はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下っ腹気になる人におすすめな一連の流れをねセットで紹介していきます。今回のメニューのいいところは、下っ腹っていうのは腹筋をすれば引っ込むわけでもなく、下腹使えば引っ込むわけでもなく、腹筋と背筋バランスがすごい大切なんです。今回の流れとしては、お腹のストレッチ、背筋、腰のストレッチ、腹筋、プランク、そういった流れになってます。これ全部大切なんです。どれかだけではやっぱりダメで、セットで行うことでバランスよく鍛えられて、下腹ぽっこりが解消されて姿勢が良くなりますんで、一緒に頑張ってみてください。できないメニューあるよって方もね、身を見まねでやることで一歩前進できますんで、頑張ってみてください。今日も一歩前進しましょう。まずはうつ伏せで、手は脇の下、お腹を伸ばしています。お腹を伸ばすことによって背筋が縮むので、腰が硬いよっていう方にもね、ストレッチも大切ですが、腰をね逆に縮める方も大切です。体のバランスを整えていきましょう。後半少し辛くなるんで、前半楽だよって方もね、頑張って続けてください。 OK です。今度はそのまま背筋を使って起き上がったら、手で押す。できるだけ自分で上体を起こしてから、あとは手で押す。できるだけ自分の背筋でね起き上がってください。イメージは手を使わずに、グーッと起きる。グーッと起きて手を使って起きる。こういうイメージです。今度は腰のストレッチです。両膝抱えて丸くなります。両膝抱えて丸くなります。首疲れる人は片手で頭持ってもいいです。膝抱えて腰を丸めて、下側の腰がね伸びてれば大丈夫です。腰悪い方は寝たままでもいいです。抱えたら腰がストレッチされます。 OK。 今度は膝90度、手を前に伸ばす。起きたら戻る。腹筋です。できれば腰に隙間できないように、腰を埋めてから、体を全部戻したら腰に行く人は全部戻しきらないところから起きる。起きるっていうよりも腰を丸めるイメージです。OK。 今度は寝たままで足を動かします。腰が浮かないようにゆっくり足を下ろして、腰が浮く手前で戻りましょう。足を動かしてるんですけど、腰を丸めることによって足が上がるイメージ。足を重たく感じるとお腹にその分力がかかっています。起き上がります。ラストはプランク。普通に体を持ち上げて、これでキープです。この時もお腹が伸びずに腰をちょっと丸めるイメージです。あんまり体がね前に行かないように、できればちょっと肘が前ぐらいの方がいいです。あと少しです。ここからは少しレベルを上げます。難しい方はここまででもいいです。今度はねお尻を動かす。お尻を動かすことで腹筋とね背筋のバランスが良くなります。
ね。OK。 最後はもう一度お腹を伸ばしましょう。これでラストです。ちょっと後ろを向きながらね、左右の腰を伸ばしていきましょう。できれば両肘曲がらないようにしてください。OK です。お疲れ様でした。今回のメニューの一連が下腹ポッコリのおすすめなメニューになってます。お腹引っ込めるために結局何やったらいいんだよって分からなかった人はね、とにかくこれセットでやっていけば必ずお腹引っ込みますんで、頑張っていきましょう。やってみた方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。